変わり者うちで空想の研究をしてた。深夜に一人試験官を持ってマックスウェル・エジソンは医学生彼女に電話をかけ映画に行かないかジョン出かけようとすると戸を叩く音がバンバンマックスウェルの銀の金槌が頭へガンガン彼女の息の根を確かに止めた。学校でまたマックスウェルはふざけ女教師はげんなり面倒は起こさないでよ彼女はマックスに放課後一人で残らせてもうしませんと50回も書かせた。でも彼女が後ろを向いた隙にバンバンマックスウェルの銀の金槌が頭へガンガン彼女の息の根を確かに止めた。トゥルトゥルが言いた悪党を逮捕マックスウェルは法廷で犯行の様子を絵に描いた。ローズとバレリーが傍聴席から無罪と叫んだ。マックスウェルを自由に裁判官は同意をしなかった。でもそれを言おうとすると背後にバンバンマックスウェルの銀の金槌が頭へガンガン裁判官の息の根を止めた。Oh,